えとまあ、この間、天気を別にすればどうなんでしょう、あのこうなんとなく沈んでいく感じといいますかね、えー、必ずしもその、うんまあ、もちろんいいことじゃない、か過去および現在の問題が発覚して、ですねあちこちで人は謝っております、えー、本当に。 まあ、まだ謝んない人もちょっといるんだけど、えー、贈収賄事件ではね、贈、え、賄、ー、側はもう、やりましたと言っている。収賄側の議員は逮捕されましたけど、私は潔白だと <laughs> 言っています。まあ、議員さんはそういうふうに言うことが多いので、うん、まあ、なんて言うんでしょう、言論で身を立ててきた人たちですからね。これは、あの、検察官も、 これを落ととすすのがなかなかか大変だろうと思いますが、まあ、しかし誰が見てもねあのこれなかなか,なかなかなかかなないですよ受託収賄でね立件するっていうのはその職務権限っていうふうなこととの関係で請託、えー、を受けて金をもらってあるいは利益を得てるかっていうことですよね。でこの政策とか 住宅とかっていうことをきちんと証明するのは大変難しいので普通は厄介なんですがこれ一発目でボンとこういったので検察は相当自信を持っておるんでしょうまあそんなことがありました議員が逮捕されましたそれから損害保険の会社の社長が辞任をしましたなんか言い訳が上手だなと思いながら社長の辞任の弁をちょっと ラジオかかなんかで、ね、聞いておりましたけれど、えー、ビッグモーターでしたっけあの中古車販売の会社との、えー、取引で、まあ、問題があるという、うん、内部通報があって、えー、調べさせたらその内部通報をした人の犯行をついた、えー 報告書が出てきて、えー、問題ありませんということになったならばいいだろうこれをつまり社長さんはね自分の責任じゃないと言いたいわけだよね、うん、で結局その後まあ問題が大きくなって出てきて、えー、まあ調べっくれるわけにいかなくなってっていうことですよねそうすると もう最初に気づいていたのに、なんで、その、引き伸ばしたのだ。契約を継続したんだ。っていうふうに問いを立てられた時に、いや、だってね、内部通報した人が、オッケーって言ったんだよ。私のせいじゃないんだよ <laughs>。っていう言い訳を用意しながら、辞、えー、めていかれるということですね。まあ、辞めていかれた後、どこにどう,いうふうに行かれるのかわかりませんから。えーまあ 経済関係の,あのジャーナリストはぜひそういうあたりもねあの追いかけていただきたいなと思いますが、まあ、議員が逮捕され損保会社の社長が辞めましたでもう一つ最大のタレント事務所の社長が社長を退きました社長を退いたんですがあれどうでしょう、ね、記者会見で突っ込まれたのかどうか分かんないですが代表取締役では生き続けるということだそうですね えー、あのジュリーさんね。でなんかねよく分かんないんですけど、えー、つまり保証の仕事を全部やり終えるまでみたいなことですかねあの責任を持って私がやりますということなんですが、まあ、ここにはいろんな問題がまだまだ潜んでいるなという気持ちで、まあ、聞いておりました。 どっちにしても逮捕される謝罪会見がある謝罪会見がある,社長,やる社長を辞める社長を辞めるそんなこんなの日本でございますね <laughs>、うん、もうなんか華々しい話ってあロケットがあったか、うん、ねマスターねやっと上がった,た H2A47 と,、うん、とかいうね <laughs> 47っと,と敏感な数,数,数字でね、川端さんの先週のメールにありましたけれども、地十七子なんていうのが <laughs> ありますけれど。まあ、えー、とにかく、いわゆる明るいネタは多くない昨今のワークでございますが、えー、今日これから冒頭お話し申し上げたいのは、えー、ちょっと細かいことにこだわって、えー、3点ほど。 まあそのうちの一つはジャニーズのことにも関係してくるんですが3点ほどご用意しましたこれ本当はねんでしょうあのプレゼンソフトで画面でお見せしないといけないんだと思うんですがあの謝罪会見ってまず最初ですけども謝罪会見っていろいろあるじゃないですかでまあ 特徴をこうピックアップしてみるとまあいろいろありますよ、えー。大体一列に謝る側の人が並ぶとかね。それとか、えー、まあ肝心な人が出てくるケースが多いんですが中には出てこない場もあるっていうね、えー。これビッグモーターの件がそうですけれど。それからあのー、著しい特徴としてかなあの一致してるのはみんな えー、大体15秒ぐらい頭下げるっていうことですね。うん、まあだからあれを真似するのは簡単なんですけども,うもちろん中身はね、えー、伴わなきゃいけないんですけど、えー、そういう、まあ、いろんな特徴がありますで。その中であまり目立たないんですけれど、えー、謝罪をするときに その謝罪する側が使いがちなある表現があってこれが大変私は気になりますいつもそれはあの例えば事実を認めて謝罪をしその経ま事事実を認めてそれから経緯について報告をし責任の所在を明らかにして 申し訳ないと言って謝る。そして、再発防止のために、これとこれとこれをします。あるいは、こういう人たちに、再発防止策のせ策定をお願いいたします。まあ、なんかそんな格好で。で、あとは質疑応答って感じになりますよね。でね、この、謝罪をして、えー、再発防止策を言った後で、 大体、必ずと言っていいぐらい言うセリフがあるんですよ。これはね、今後とも引き続き全力で、えー、信頼回復に努めてまいります。えっ、ー、と、まあ今の言い方だったらまだいいんだけど、えー、今後とも引き続き社内の改革に努めてまいります。 これよくく考えるとおかかしくないですかどこがおかしいかっていうとえつまり以前もいろいろ頑張ったんですよって言ってるんだよね。以前が全然ダメでこういう問題が起こってそれでこれから我々は生まれ変わりますとかっていうふうな話じゃないんですよ。前も一生懸命頑張ったんだよ で、えーまあ、ただ何か足りないところがあった、あるいは運が悪かった、あるいは、うん、想像できない想定外の事態が生じた、よってこういう問題が起こりましたと言わんばかりなんですよ。これね、やっぱり責任回避のための巧妙な表現ではないかと。 まあ私は思っておりますでこれが聞こえてくるとせっかくね事実を認めて責任も認めて再発,策再発防止策を、えー、なんか真面目に取り組んで作ろうとしているのにここで反省していないと言わんばかりのコメントをしてしまうともう全部台無しだなって思うことがあります。これは これから何か謝らなきゃいけない人はぜひ注意していただきたいと思うんですけどね、えー、あの私があの謝らなきゃいけなくなる、まあ、もしそういうことがあればこれは言わないようにしたいと思ってますはいこれが一つ,これ,がつ,、ね、つこれは一つ目ねで二つ目はこれはジャニーズ事務所の件です でえっと、藤島ジュリー恵子さん、えー、社長とそれから東山紀之さん、えー、東ですね少年隊の東さんですよ、えー、それからあといのちもいたんのかなうんでまあ注目したいのは東山紀之さんのコメントですでこれ あのまあ誠実にいろいろ話しておられましたよそれは。えー、なんかどうしてもねそのしゃべり口をこう聞いていると彼が例えばその警察物の,のドラマの演技の中で何かセリフをしゃべっている時のトーンと近いものがこうスッスッと現れるので。<laughs> あこれは損だなとあの普通のね例えば損保会社の社長にせよね、えー、まああるいはどっかのなんか医療過誤の問題で謝ることになった病院の院長さんとか外科部長さんとかにしてもね自分のしゃべり方とか声とかトーンとか声の強さとか声の色合いだとかそういうものをほとんどメディアにさらしたことなんかないでしょ。 あったらむしろ不思議だよねなんか、えー、いわゆる情報番組かなんかの特集かなんかで例えば何かのその病院が取り上げられて、えー、あるいは会社が取り上げられて社長のインタビューなんつって出てくる場合はもちろんあるでしょうけれど大変稀ですよね。それに引き換えプロの演技者。 まあつまり俳優さん、えー、タレントさんはみんなそうですだから落語家なんかもそう喋り方これみんなこう頭に入ってるじゃないですかつまり我々は声を聞くだけでああ誰それさんだなって基本的にはわかるわけですよ俺はね損ですよね <laughs> 損っていうかえー さっき言ったことの関係で言えばドラマで東山さんがしゃべっているセリフと謝罪会見の時の言葉との間にこう共通点を見てしまうところがあって実はそうじゃないのかもしれませんよ。 人間そんなねあのその場に応じた喋り方全部別々にできるかっていったらそんなこともないんでこれは気の毒な話の延長だと思って聞いていただきたいんですが東山さんの喋りの中でやっぱりそういうふうに感じられるところが出てきて大変気の毒だなというのが一点で、えー、問題だと思ったのはこの事件について 人類史上最も愚かな事件っておっしゃいましたよね。これ意味が分かんない。<laughs> いやそれはひどい事件ですよ。大勢の少年、まあ、数百人って言われてますよね。に対して、えー、不同意の、まあ、性行為が行われたということですからね。うん、これはそれは大変な事件ですよ。 海外でもそうそうないでしょうそれこそキリスト教の聖職者の話ぐらいでしょう匹敵するのは <laughs> だけどなんか変じゃないですか人類史上最も愚かな事件ってうんあのそれから <laughs> もう一つあるのは 今後は人生をかけてこの問題に取り込んでいく覚悟っていうふうにおっしゃった。うん。人生をかける。まあそれはあの被害者の皆さんからすると当然だというふうに思われることなのかもしれないんですけれど表現としてはやや大げさすぎる。それから。 もう一つあったのは、えー、この年末をもって、私自身は表舞台から引退って言いましたよね。表舞台って何ですかね。これもよくわからない。なんか変なことが出てくるなって思いながらずっと聞いてました。表舞台じゃなくて、普通に芸能界を引退するって言えばいいんじゃないですかね。 芸能界はもしかしたら引退しないの表舞台からは引退するけど裏側で芸能界にあのジャニーズ事務所の社長になるということで、えー、芸能の世界から引退するってことはありえないですよねそれはジャニーズ事務所がジャニーズ 事務所なくなるタレント事務所じゃなくなるっていうことだと思うのでまあそういうふうなことを感じました。でまあ特に最後の話はちょっと置いとくとしてもその人類史上最も愚かな事件とか今後は人生をかけてこの問題に取り組んでいく覚悟であるとかっていうちょっと大げさな表現というのは これはあのうん、もちろんジャニー事務所は変わろうとしているんだよということを表現するために、えー、使われた言葉なのだとは思うんですがこういう極端な表現を必要とするという時に往々にしてまあどこかに真実でないことが含まれるまあなんかあらかじめ問題があるっていうことを、うん 言っっててしまっているるような気がするんです、ね、あの人類史上最も愚かな事件に人生をかけて取り組んでいく人が年内は報道番組のキャスターをやるわけでしょ確かその他ジャニーズ事務所の人たちで番組の司会とかやってる方いっぱいいますよね どうするんでしょうか、ね、あのー、これはまあ私自身も関わった番組なんかでもそうですけれどある時からまあ視聴率狙いのためにテレビ局は人気のある人すでに人気を獲得している人をキャスター番組の司会者 に持っってくるという傾向が著しかったですね、えー、一番最初はまあこれはちょっとご本人の力量が大変すごすごかったのであのちょっと意味は変わりましたけど「ニュースステーション」の久米宏さんからだと思うんですけどその他いろんな番組情報番組と報道番組の その中間的な携帯の番組はたくさんできてそういうところの視界にタレントやまあそうですねお笑い芸人さんを含めて人気のある方が突っかれるようになりましたそういうことの問題にもつながる話ですよね。で人類史上最も愚かな事件に対抗に 対して人生をかけても取り組んでいくというふうに、まあ、言っているんですけれど、えー、ジュリーさんは社長は辞めるとは言いながら代表取締役にとどまり、えー、東山さんは社長として、えー、この問題の取り組みのさ先頭に立たれるわけですよね、うん。結局 仲間うちじゃないですか。なぜ外部の人を入れないんでしょう。これは。まあ、せっかくね。あの林誠さんの。元検事総長の林誠さんの。えー、委員会で。えー、まあ、報告が出てるんですから。 もう一段進んで経営の中心に仲間内ではなくて身内ではなくて外の目をお入れになったらどうなんでしょうそういう問題をまあ意,識させ意識してほしくないがために人類史上最も愚かなとか今後は人生をかけてとかっていう まあ常識ではちょっと考えられないくらい激しい言葉を使っているんじゃないでしょうかっていうふうにね、まあうた深い私などは考えてしまうんですね。これが二つ目です。でもう一つあります。もう一つはこれは先週も確か申し上げたと思うんですが、福島の東電第一原発の まあ、まだ事故が続いてるんだよって話をこの前しましたけれどその事故に対応する過程で生ずる汚染水これ,についこれをアルプスという、まあ、機械にかけて、えー、大型の各種を取り除き、えーまあ、処理水として海に流そうとしているこの話ですね。 でこれあの野村さんって言いましたっけね、結構年配の方ですよね、農水畑なのかな、農水大臣やってるんだからそうなんだろうと思いますけど、この方が、えー、記者、記者婚みたいな格好で、えー、汚染水と言ってしまった。えーまあ、岸田内閣の 方針から言えば、これは汚染水ではなくて、えー、処理水であると言わなきゃいけないわけですよ。そりゃそうですよね。岸田内閣がアルブス投資ともまだ汚れた水なんですよ。だから福島の海に汚染水を流しますよ、なんていうことを言うわけはないわけで。 これは処理水ですよと言わなきゃいけなかったのを間違えてしまった。で、この間違えたことに対して国会でもまあ謝罪をしたみたいですし、今後とも課題に取り組む中であの責任を果たしてまいりたいってみたいなあの辞任はしませんよっていう話になっていきました。で、私はあのその,この野村さんが。 あの、しまったつ <laughs> っ,って、あの、えー、汚染水じゃない。これは、あの、処理水ですって、あの、言うのは、ある意味、わかるんですよ。その通りだろうと思う。岸田内閣が使っている言葉として、汚染水って使っちゃいけないはずなんですよ。だけど、ちょっと信じがたいと思ってるのは、あのメディアが一斉に、この野村大臣を批判するときに、まるで岸田さんになったみたいな言い方なんだよね。 その福島の特に水産関係者がどんなに悲しむかみたいなことを書いてねそれはそうかもしれないけどそれはあの岸田さんはそうでしょうで岸田さんがそういうふうに言ってるっていうのはあればそれはそれでいいあの別に問題のある話じゃないですよそ,うその通りだと思う。でもメディアが あの水を処理水と呼ぶことに対して、一点の曇りもないかのようにね、処理水は処理水ですって、こう、言い切ってるかのような批判の仕方に私には思いました。これはね、やっぱりさ、処理水って言っちゃうと、なんかやっぱり処理した、 水処理し終わった水っていう印象が強いですからうんそ,その汚染という問題について批判するのはこれは中国であると <laughs> ねうん。でその中国は自分はもっといっぱいトリチウム流しておきながらえっていうあのそのルートに入っていっちゃうとねっ見事に処理水はあの免罪されるでしょ <laughs>。 処理水に問題があるっていう話はなくなっていくじゃないですか。からそっち側に行きたいんだね。だこれはあのまあ多分キッカさんのメールなんかとも確か批判されたと思いますけど、やっ福島に対する気遣いっていうところがベースにあって、それは岸田内閣だけでなく。 メディアもそのことによって、えー、まあある種縛られてるというかうんねじゃないかなと思いますでこの問題については、まあ、先週も申しましたけれども日本政府は、えー、このことで中国のやり方と競い合ってどうすんのっていう感じがしますねえー、まあ 遅れて先進国になろうとしてもがいている巨大な中国が原発から出てくるトリチウムを大量に流しているという問題と我々が事故で事故を収束する過程でしてないんだけどね収束は事故に対処する過程で処理水の中に混じった トリチウムをまあ薄めるとはいえ800数十兆ベクレルの放射性物質を流すということについて「お前だってこんなに流してるじゃないか」と言って批判して「どうするんですか?」じゃなくて「海に流す,とは流すのとは全く違う解決方法を私たちは選び取りましたよ」と。 自慢して、オタクもやったらどうですかというふうに言えるようでないと、本当の解決にはならないんじゃないかなというふうな気がしております。え、これが三つ目。え、なんかもう一つぐらいそうな気もするんだけど、ちょっと頭が疲れてきましたので、このあたりでちょっとジャズでほぐしたいんですが、今お話しした内容に関しては、 私がマグマグさんから出させてもらっております二つのメルマガ、ウッチージャーナルとウッチージャーナルデラックス、この内容の一部として掲載をしたいと思いますので、よろしければそちらの方もご覧くださいませ。大変申し訳ないことに、有料のメルマガですので、お題をいただくことにはなりますが、よろしくお願いいたします。というところで、 マスター一曲目いいですか。はい、はいえー。レスター・ヤングでレッドボーイブルース。